発見愛のありか日常生活の中で見つけたこれは愛なのかという出来事や愛のアピールとしてどうなんだというお便りを紹介するコーナーです。えー、今回も素敵なお便り届いてまーす。えー、ラジオネームゆうかなるほど。3は付けないでくださいって書いてあるから。優香せーん。優香せーん。ごめんなさい。<laughs> 山田くん、こんばんは、しょーい以前、VS 女子のコーナーでメールを読んでいただき、え、お、読ませていただいたんですね。俺多分その時多分ゆうかさんって言ったんですよ。ね、その時に多分カに触ったんでしょうね。<laughs> うん。えー、嬉しすぎてリンスを2回してしまいました。意味わかんねえ。<laughs> どうも、絶対、絶対領域、ピンポンです。ゆうかです。 どうした <laughs> どうしたのテンションおかしいよ。酔っ払って書いたのかな <laughs>、えー、スマートコンサートお疲れ様でした。ありがとうございます。とても素敵な時間をありがとうございました、えー。また次のコンサートを楽しみにしています。さてさて、はい。スマートの静岡ラスト公演でのお話なんですが、私が山ペロやってという内話を持っていました。そして山田くんはそれに気づき私の目を見て、ふ <laughs> っと鼻で笑いました。やるわけないだろ的な。 大王様の大、大王様のような俺様の笑顔でした。り介大王でした。私はただ呆然と山田くんが去るのを見ていました。<laughs> 山田くん、これって愛ですかいや, <laughs> いや。いや、い <laughs> や。照れたんだと思うんだよね、俺。結構あるんだよね、うちわで。照れるやつ。いや、やんねえよと思うやつ。恥ずかしくなっちゃう。 投げ銃してとかも、メンバーが近くにいないか確認しちゃうね。<laughs> 見てねえかなみたいな。見てなきゃやるけど、みたいな。そう。ちょっと恥ずかしいんだよね。でも、愛というか僕なりのコミュニケーションの取り方というか、うん。そのファンの人との心の会話じゃないけど、ではあるんですよね。うん。僕のスタンスというか、大王様。 太陽様ですか、僕。<laughs> なんかすんません。<laughs> まあでもこう、答えられるものはちゃんと答えるし、恥ずかしいなと思ったものは、なるべく、してないですけど。これからは、あの、気をつけていきたいなと、思います。すんません。ゆうけせー。ドエスやんね。<laughs> まあいいね。<laughs> あなたが見つけた愛のありか、まだまだ募集中です。以上、発見、愛のありかでした。